そんな中、ライナーたちの故郷から駆けつけたのは獣の巨人、戦士長ジークであった。戦士長としてジークは座標の奪取を優先せよと指示するが、ライナーとベルトルトは兄の奪還を優先したいと主張する。真っ向から意見を衝突させたライナーたちとジークは、どちらの方針に従って行動するかを決めるべく、ベルトルトの見守る中、鎧の巨人と獣の巨人とで一対一の戦いを行うことになった。どうしても戦士長の指示に従えないってなら、ま、力ずくで行かせてもらいますか。勝てるのか、あのジーク戦士長に。だが、もし勝てば兄を救いに行ける。本当に始まってしまった。ライナー、なんだよ。へえ、なかなかやるようになったね。けどまだまだお前は甘い。さすがはジーク選手長、強い。いけない、ライナーが押されてる。このままじゃまずい、立て直すんだ。俺はこのまま負けるのか。ダメだ、俺が倒れるわけには。立ってるのがやっとのようだな。よし、もう一押しってところか。ライナー、ダメだ、これ以上の無理はしないでくれ。兄に言ったんだ、みんなで故郷に帰ろうって。うわ、凄まじい根性だな。まさかあそこから立ち上がってくるとは。ライナー、君は勝負はこれからだ。てか、まあそう来なくっちゃな。ライナー、面白くなってきた。それじゃあ延長戦と行こうじゃないか。もうライナーに意識があるかもわからない。だけど戦う意志はまだ残ってる。ベルトルト、ふう、片付いた。少し焦ったが、まあこんなもんだろう。勝ったぜ。兄ちゃんを助けるのは後な。座標のダッシュを優先、当然だろ。ここで待ってりゃあっちから来るんだし。ふう、兄ちゃんならきっと大丈夫だよ。拷問なんか受けちゃいないって。どこかに身を隠してキックの練習とかしてんだよ、どうせ。しかし、いくら兄でも。へえ、まだ決意が固まってないってこと。もう一度やってもいいんだぞ、ライナー。ただし負けたら鎧は他の戦士に譲ってもらう。いえ、そんなつもりは。じゃあしっかりしようよ。もう終わりにしたいんだよ、俺たちで。劇場で待機する一行に四足歩行型の巨人が敵兵力の接近を告げる。今は兄のことは頭から離し、戦うしかない。ここで座標を奪還し、呪われた歴史を、この地獄を終わらせる。散々言ってきたことだが、俺とはこれから離れた位置につくわけだ。少しは自分で考えて行動しろよ。
分かってるよ。本当は誰よりも高い能力を持ってるはずなのに、肝心なところで人任せだ。正直今まで頼りにならなかったぜ。今まではな。終わらせるんだろ、ここで。そうさ、ここで勝って終わら…じゃあな、頼んだぞ相棒。任せろ。逃げ切れましたかのようだな。さて帰るとしようか、我らが故郷へ。